皆さん、こんにちは。私、フォーサイト専任講師の北川と申します。本日は自己紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずは資料をご覧ください。名前と経歴です。北川エリコと申します。拓殖大学の外国語学部卒業。保有資格としては、 行政書士の他に、開示代理士とか、あとは、宅犬、FP などを持っています、ね。外国語学部ということで少しお話しさせていただきますと、行政書士試験を受ける方の多くがそうかもしれないんですけれども、私も、えー、法学部の出身ではありません。法学部の出身じゃなくても、正しい対策をすれば、行政書士試験には必ず合格することができます。 なので、皆さんも一緒に頑張っていただければと思っています。はい。講師としてのやりがいということですが、私はですね、本サイトに入社してから全国の多くの受講生の方の質問相談ですとか、受講相談を受けてきました。そんな中で、皆さんが学習内容を理解できたとか、お悩みが解決したというですね、お返事をいただけて、 その理解を深める過程をサポートできたと実感できるということは講師としての大きなやりがいだと思っています、ね。行政書士の試験というのはとても大変な試験だと思うんですけれども、それだけではなくてですね、やはりあの勉強が理解できますととても楽しいという一面もあると思います。ね、そういったですね、皆さんが楽しく学習できるように、 私も日々、研算を重ねてサポートさせていただきたいと思っています。はい。行政書士試験の受験者の特徴ということですが、これはもう皆さん、本当にそうだと思います。忙しくて学習時間の確保が難しいということですよね。私も受験生だった時は会社に勤めていて残業も多かったので、この学習時間の確保の難しさというのはとてもよくわかります。 で、忙しい方が短期間で合格するためにはどうしたらいいかというところなんですけれども、やはりこれは法律科目の理解というところが大切になってくると思います。法律なので、どうしてもですね、暗記という部分ももちろんあるんですけれども、暗記と理解のバランスを考えると、やはり圧倒的に理解が大事です。法律っていうのは、 人間が作ったものですので必ず制度趣旨というものがあります。で、その制度趣旨を理解してどうしてその法律ができたのかということを考えることが理解につながって、ひいてはですね、短期で合格できるということにつながるのかなと思っていますと。最後のテーマですが、合格すると人生が変わるということで、私自身ですね、合格して 大きく人生が変わった一人ですので、体験を踏まえてお話しさせていただきます。二つ挙げさせていただきました。合格すると、仕事と人生の選択肢が広がるということ。二つ目は、高いハードルを乗り越えることで、自信がつくということです。仕事と人生の選択肢が広がるということですが、私はですね、合格前は、 証券会社や金融機関で働いていました。合格後はこのフォーサイトで講師という思いがけない職業についています。今でもですね、時々行政書士に合格していなかったらどんな職業に就いているかと考えることもあるんですけれども、そういう時は少し不安になったりします。行政書士を勉強している方の中には、やはり何かしらですね、人生に不安があったりですとか、あるいは仕事がうまくいってないですとか、 あるいは、そもそもやりたい職業につけていないという悩みを抱えていらっしゃる方も多いかもしれません。そういう方も合格しますと、人生の選択肢が広がると思います。もちろん、行政書士として独立開業することもできますし、今独立しなくても将来的に独立するという切り札を手に入れることもできます。 またはですね、会社員として勤めながら、副業で行政書士として稼ぐということもできるかもしれません。いずれにしても選択肢が増えるということだと思います。もう一つは、高いハードルを乗り越えることで自信がつくということですが、行政書士というですね、難しい試験に挑戦して、最後まで諦めずに頑張って合格したということは、ご自分の人生において、 誇りになると思います。その後の人生においても、自信がついて何にでもチャレンジするというきっかけになると思います。私自身もそうですが、行政書士に合格して気持ちが前向きになるということは、やはり合格したことで人生が変わった、大きく変わった点と言えると思います。もし今ですね、勉強を始めようかどうか迷っている方ですとか、あるいは勉強しているけれども、 学習が辛くてもうやめてしまいたい、挫折しそうという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、合格後のご自分の姿をイメージして一緒に頑張っていただきたいと思います。では、自己紹介は以上となります。ありがとうございました。